ビを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしましょう。兵藤健三でした。風が教えてくれた未来の行方はこの手の中に。東京の違いに理解しない氷在よしろは未来がない期待超未来巨大な壁だけ越えて行こう絶対絶対花で笑い飛ばす愛妻合彩ケチラー送りします。マジンダン、聞いてるか？ああ、聞いてるよ、ホソルダ。さっさと準備しろ。バトルだ。ダンの正義、ストライクジークブルム降臨。麗しのソフィア号と気合のセンチュリオン号は魔族の女王に出会うため奥都へ向かっていた。かつてバローネが治めていたローマの領民であるザック、彼は謎の男から託された光の聖剣のカードをバローネに渡すためローマを脱出し、今はこの気合のセンチュリオン城の人となっている。お前も準備しろ。俺はバトルするなんて言ってないぞ。そうか、馬神団に勝てる自信がないか。違う、俺もカードバトラーだ。勝負から逃げたりしない。お前がダンにムカついてんのはよーく分かってる。だったらバトルでぶちのめしてやれ。カードバトラーならばバトルで相手を知る。カードの運び、戦略、そこから見えてくる相手の本質を知る。バローネ様、バローネ様も認めるバシンダンの正義、それをこの目で確かめてやる。フォアブリットは来い。ザックだっけ。彼は明らかにダンのことを嫌悪しているようだね。そうなんだ、やるんだ。そうこなくっちゃね、ユース。なんだよ、俺たちもバトルするか。やだ、最近ユース強くなってるもん。ゾルダーがバトルしろって言うなら何か意味があるんだろう。止めても無駄よね。バトルを通じてしか分かり合えないこともある。あ、ダン、ちょっと待って。ん？通信が入った、バローネから。バローネ、気合だ、行け。ゲートオープン、開放。
俺はここに、馬神ダンがどういう人間か、それを見に来た。だったら俺も、あんたがどういう人間か、見せてもらう。スタートステップ、ドローステップ、メインステップ、イグアバギーをレベル2で召喚。ターンエンド。バローネ様のストライクジークブルムを倒したあんたなら、魔族に対抗する人間の希望になってくれると思っていた。俺だけじゃない。人間たちはみんな、あんたに希望を託してたんだ。また勝手なこと言ってる。いや、でもあれが多くの人間たちの本音だろう。それが、こともあろうに魔族の女王と手を結ぶとは。メインステップ、ヒマキリザード、ヒザードエッジ、さらにイノニクソを2体、そしてレイニードルを召喚する。一度希望を見せられた俺たちがどれほど失望したか分かるか。アタックステップ、エリマキリザードでアタック、ライフで受ける。あんたは何のためにこの時代に来た。人間を救う救世主になるためだったんじゃないのか。リザードエッジ、続け。ナイフで受ける。さらにイノニクソを2体でアタック。俺たちはずっと魔族に虐げられてきた。だがまさか同じ人間が、同じ人間を見放すとは思いもしなかった。ライフで受ける。あんたは裏切り者だ。あいつなかなか生きのいいバトルをするじゃねえか。メカっという間にダンのライフあと1個になっちゃったよ。ダンは受け止めてるのさ、彼の思い全てをね。実の父であるデュックに国を追われたルガインは、一族老頭を連れ再起を期して旅を続けていた。あの船は、ルガイン、久しぶりですね。ユースの言った通りだったね。あ、ルガインなら大丈夫って信じていたからね。艦長、ありがとう。俺は別に。バローネ殿がここにおられるとは驚きました。私たち、オクトへ向かう途中なの。オクトへ。極竜隊のことを女王陛下と話し合うためでしょうか。その通り、ダンとバローネの意見が一致してね。共に向かうところなんだ。案ずるな。お前の父デュックは必ず俺が取り戻す。いえ、案じているのは父のことではありません。うん。旅の途中、口さがない噂を耳にしました。噂ってどんな。馬神ダンと女王陛下が手を結んだのは自分たちだけが助かるため。多くの魔族や人間は地球のリセットとともに見捨てられる運命なのだと。愚かな。ダンを憎んでいる者は大勢いるのかな。人間も魔族も。馬神ダンはとても危険な立場に置かれています。陛下は何をお考えになっているのだ。人間と手を結び、黒竜隊などというゴロつきをのさばらせ、はや正気の沙汰とは思えん。12Q-X レアを独占し、自分だけ助かるつもりに違いあるまい。あの方に伝えておくれ。ドローステップ、メインステップ、イグアバギーをレベル1にダウン。鉄鋼竜ストライク。
ライクキックブルムをレベル2で召喚。何？結構にストライクジークブルム。お前が使ってくれ。分かった。なぜあんたがそれを。バローネから託された。バローネ様が。月光のバローネが我が友と呼んだストライクジークブルムを人間の馬神団に。アタックステップ行け。月光竜ストライクジークブルム。ライフで受ける。ストライクジークブルムの痛みか。なぜだ。なぜバローネ様は。ターンエンド。第4ターン、ザックはレイニードル、エリマキリザードレベル2にアップ。魔族であるバローネ様がキースピリットを人間に託した。ターンエンド。第5ターン、ダンはストライクジークブルムをレベル3に、イグアバギーをレベル2にアップ。ターンエンド。ザックの手札が増えたからカウンターでストライクジークブルムが破壊されるのを警戒してるんだ。